シリーズ練馬風土記第1回は下練馬より始まります。練馬の区域には明治22年から昭和7年にかけて5つの村の時代がありました。各村にはそれぞれの歴史があり、今日までその特色を引き継いでいるところがあります。第1回で取り上げる旧下練馬村は5つあった村のうち区内では最も東寄りにあり、都心に近く都市化も早かったところです。明治7、8年頃の人口は3000人を少し超えるくらい。関東大震災後に人口が増え、戦後は都市化に伴って大幅に増大しました。さて、私たちが旧下練馬の街を歩いていると、道路に奇妙な表示をよく見かけることがあります。水路敷、これは川の跡です。この水を引いて水田が作られました。地域には石神井川の支流が多く、これを上流にたどっていくと昔の遊水地、そこに今でも弁天様が祀られていることがあります。豊島弁財天、農民の水に対する信仰の厚かったことがわかります。下練馬村の尊者、つまり村の鎮守様だったのが氷川台の氷川神社です。氷川神社の春のお祭りは昔の形をよく残し、また盛大なものです。神社からお浜井戸に向かう渡御行列は以前は毎年行われましたが、今では3年に1度、総勢100名を超える行列が続きます。七夕には練馬の村々でも竹に飾り物を下げて庭に立て、これに茅の一種の茅屋で作った雌雄一対の茶が馬を吊るします。多少地名的には違うところがあろうかと思うんですがね、まあ分かりやすく言えば七夕の飾り馬と言ってしまえばよろしいんじゃないかと思いますけども、茅屋の馬とか言って茶馬って思いですか。そうですね、ここに上がるものが食べ物が好んでいるらしいね、短冊を書いてね、七夕に。そんなことではないですか。職女と剣牛が天の川を馬で渡っていけるようにという気持ちからでしょうか。そして子供が生まれ豊作になるようにとの心が込められています。さて、現代では人々の交流の場として銭湯を利用しようということで、練馬にもコミュニティ湯というものがあります。昔の下練馬の人々のコミュニケーションの場として講というものがありました。これは信仰を同じくする人たちの仲間で、富士講、浅間講などがありました。数奇の念の人が多いしね、また交流のためにまあ神社でもこのまあ旅行をまあ去年も やったんですけどね、まあそういうような段取りでだんだんとそれは深まるんじゃないですか。純農村としての特色を色濃く残していた下練馬も大正12年の関東大震災をきっかけに徐々に変わり始めます。都心から移転してくる人も増え、だんだんと近郊住宅地の様子を示し始めました。多賀良川流域の水田にも変化が現れました。昭和7年、東京市への編入が決まる頃、いち早く住宅化しようという動きになったのです。北町に住む大木正二郎さんのお父さんの時代に練馬第二高地整理組合が結成されています。昔の下練馬ですけども、やはり練馬の宅地化の一番走りと、いうことになります。私たちの親父たちの話を聞くとね、第一が石神井川沿線、
それから第二というのはここに書いてある通り、こう多賀良川の沿線を大体中心にした貸した場合は坪5銭ですよと、それから売った場合は坪あたり7円でございますよというように書いてございますけどね、昭和の26年頃ですか、この付近が自衛隊、現在自衛隊いますね、あれに売った時はね、坪あたり確か670円ぐらいなんですよ。で現時点ではおそらくこの付近は500万は下ることないんじゃないですか、今の価格としましてね。でですからこの沿線、川越街道の254の沿線となったところも今実際動きがありませんからね、どのくらいの値段であるかってことはちょっとはっきりした実績はございませんけれどもね。ですからまあこの当時としてはまあまあのところで相場であったんだと思いますね、人となくは。周辺の宅地化を示すものとして昭和9年旧上板橋村だった小竹町1丁目に建設された同潤会住宅があります。同潤会とは関東大震災後良質な住宅を提供するために設立された財団法人です。もう田舎と同じですね。そしてあちらに今うちが全部建っておりますけど、裏の方は原っぱと、それからちょっとおりますと田んぼが、私どものここから向こうがここからずっとこちらが同潤会でしたけど、その後ろがすぐ畑だったんです。で朝ザル持ってきましてね、おじさんおナスちょうだいとかキュウリちょうだいとかって言ってね、そして買ってた時代です。保証金っていうのがこの書類にありますように200円でした。で当時の200円って言いますと、私どもやはり主人も若かったもんですから、80円ぐらいの給料じゃなかったかと思います。その中から20何円を払いますのはね、もうきついんでしてね。で私もお仕事さんがおりまして、でこれ当たった時に母が主人にね、お前ね17年って言うけど17年は長いよって、蘇我の仇討ちが17年だったけれども大丈夫かいって言ってね、とても母が心配したんです。戦後下練馬の地域はますます都市化が進み、現在有楽町線延長、西武池袋線の高架化など交通体系の設備が進んています。そして地域のあちこちで未だにふるさと練馬の人情や伝統を見ることができる街です。シリーズ練馬の不時記第2回は上練馬編です。昭和7年まで練馬の地域は5つの村に分かれていました。そのうち上練馬村は旧練馬城があった地域です。人口は戦後住宅の増加に伴って増え、とりわけ昭和35年以降急増しています。上練馬はかつて練馬大根の生産の中心地であり、現在でも農地が残っています。練馬大根の中心地だったことを示すものとして愛禅院に練馬大根碑が残されています。まあ、ちょっと練馬大根も今まだ小さいですけどね、やはりこうやって見ていただけば分かるけど、葉の色もね、濃くって大根としてはやっぱし練馬の一番の、まあ、練馬って日本で一番で、ね、練馬大根って言われるこの大根なんですよ。これ漬物としてその名を広めた練馬大根の生産は戦前上練馬の人々を潤しました。当時の練馬大根について伺ってみました。練馬大根というのはね、のありがたさというものは、
大きくなっても中に巣がいらない。そこにありがたさがある。今のあくびとかね、ああいう大根は太くなると中に巣がいっちゃうんですよ。練馬大根っていうのはいくら大きくなっても中に巣がいらない。これが特徴でね、非常にありがたい種であったわけ、まあ、今でも多少ありますけどね、はい。戦前の村での最大の楽しみはお祭りでした。春日神社の祭礼は現在も盛んです。春日神社は練馬城主だった豊島氏が一族の守護神にしたと伝えられています。さて、自転車は都会に住む人にとって大切な足です。当時練馬区に一軒のハイカラな自転車屋さん、柏自転車がありました。その当時はだいたい土地が坪1円ぐらいじゃなかったんですよ、はい、自転車が80円ですから、そう、だいたいもう当時だとだいたい1軒1000円だと土地が立つんですね。春日神社の祭礼と並んで自転車競争が村の青年の楽しみだったのです。関東大震災後、練馬に住居を求めた人たちが作った城南田園住宅組合は今でも美しい垣根を残した住宅地です。ですから私がちょうど昭和7年にここ入りました。で327坪の、ところですから327円の加入金を払って、そしてこの組合に入ったと、こういうことですね。それで組合の規約によって堺は全部生垣ということ、高さやなんかも決められておりましたし、それでまあ皆さんが承知してまあみんなおられたわけですね。東京近在の遊園地の走りとなったのが練馬城址に作られた豊島園です。当時ここで少年音楽隊の一人として豊島園に親しんだ清水さんに案内してもらいましょう。大人30銭、子供15銭の頃でした。現在の値段です。そうです、もうほとんど大きなボートの池でしたね。それでちょうどあのライトのあるあたりが高台になってまして、高いところからあのウォーターヒュートっていうのがあの池の中にこう飛び込むんですね、勢いよく。その飛び込む瞬間がもう大騒ぎだったんです。これは昭和52年当時の光が丘です。戦争中は成増飛行場、戦後はアメリカ軍のキャンプグラントハイツとなっていたところです。そして現在は人口およそ3万6千人の住宅地に変わりました。都市化した上練馬を象徴しているところだといえます。シリーズ3回目はかつての中新井地区、現在の豊玉上、豊玉中、豊玉北、豊玉南、中村、中村南、中村北です。